パロモマイシンはアメーバセキリ、ジアルジア症、リーシマニア症、サナダムシ感染症などいくつかの寄生虫感染症の治療に用いられる抗菌剤である。妊娠中のアメーバセキリやジアルジア症の一時治療に使用される。それ以外の場合は一般的に二次治療に用いられる。投与法は、蛍光、皮膚への塗布、筋肉注射である。 経口薬による主な副作用は、食欲不振、嘔吐、腹痛、下痢などが挙げられる。塗布薬による副作用は、弓、赤み、水ぶくれなどが挙げられる。注射薬による副作用は、発熱、肝臓病、難聴が挙げられる。授乳中の人への投与は安全とされる。パロモマイシンは、アミノグリコシド系抗生物質に属する薬剤であり、 細菌のタンパク質合成を阻止することにより微生物を死滅する。パロモマイシンは1950年代にストレプトマイセスクレスタミューセチカスから発見され、1960年に医薬品として使われるようになった。世界保健機関の必須医薬品リストに掲載されており、最も効果的で安全な医療制度に必要とされる医薬品である。パロモマイシンは 後発医薬品として入手できる。2007年時点のインドでの注射型による一貫の治療にかかる費用は4.19ポンド8.38ポンドポンドである。2015年時点の米国での一般的な一貫の治療にかかる費用は200ドル米ドルである。ありがとうございます。